大丈夫か？聞こえてるか？あの時は膝をすりむいただけで済んだけど、あの時、今度はどうかな？起きられるか？今度？気にするな。今は体のことだけ考えるんだ。体、動かせるか？やってみる。どうだ？ゆっくりな。少しずつ。少しずつ。分かってるさ。なあ、あんた誰だ？誰だ？私はお前の主人だ。もしもし。さあ、クラウ、楽しもうか。大丈夫かな？よかった。目、覚めた？あんたは？エアリス。名前、エアリス。クラウドだ。また会えたね。そうだったか？え？覚えてないの？ほら、お花。ああ、花売りの。ここは？スラムの教会、5番街。いきなり落ちてくるんだもん。驚いちゃった。お花畑、クッションになったかな？うん、いいね。あんたの花か。悪かったな。気にしないで。お花、結構強いし。ここ、特別な場所だから。クラウド、これ落としたよ。ああ、私も持ってるんだ。マテリアなんて珍しくもなんともない。でも私のは特別だって。何の役にも立たないの。使い方を知らないだけだろ。そうかもね。でもそれでもいいの。身につけてると安心できるし、お母さんが残してくれた。ねえ、せっかくの再会だから少しお話しする？終わったところだったのにな。やり直しかな。話し相手欲しいな。もう少し時間をやるぞっと。少しならいい。やったー。それじゃあ、邪魔するぞっと。お前何？この人、私のボディーガード、ソルジャーなの。ソルジャー？元ソルジャーだ。あら、まあ、魔法の目。ボディーガードも仕事のうちでしょね、何でも屋さん。私の勘当たるの？ボディーガードお願い。ああ、いいだろう。でも安くはない。じゃあね、デート1回。やっぱり本物かよ。クラスファースト。
いくらなんでもファーストってお前よ。お花踏まないで。だってよ。すぐに終わる。もう。ボディーガードは俺たちの仕事だぞ。気をつけ。じゃあ。守ってもらいましたかね。それを金曜日にすってやるわ。じゃあ知らなくてもない仕掛けだ。ここで仕掛ける。おい火星を頼む。うわっ。情けない。たったるいけど出番だぞ。ったクラウド気をつけて。仕事も楽しむのがプロフェッショナルだぞ。と刺激的な時を過ごそうぜ。おいよ、最初の異性はどこ行った。集中していく。狙うぞ。俺はただクラウド違う。なんだ飛んでる。レノさんお怪我は。いいからさっさと追いかけな。あ
ごう。俺が先に行く。大丈夫だ。どこだ。あそこだ。おい、撃つな。おい、大丈夫か。怪我なんかさせてみろ。お前終わるぞ。目的は本。なんだ。逃げろ。動くな。だから撃つなって。しかし。あれを落とせば。屋根裏に逃げました。追いますか。いや、撤収だ。いいんですか。あとは相棒に任せるぞっと。おい、ちょちょちょ。ここにもいるのか。こっち来ませんように。俺から離れるな。わ、かっこいい。これより撤収する。諦めたらしい。消えた。うん、消えた。何だったんだ。きっとやっぱりわからない。早く行こう。ねえ、屋根の上行こう。ほら、あの柱のそばに駅あるの。クラウド、行くよ。あ、これからどうするの。しばらくはボディーガードだ。
そうでした。その後は七番街のスラムに帰る。帰り道わかる？ああ、怪しい。さっきの男、あれはシンラカンパニーのタークスだ。タークスがあんたに何の用だ？そうねえ、タークスってソルジャー候補をスカウトするんでしょ？それは仕事のごく一部。タークスの仕事は他にもいろいろあるんだ。暴力を匂わせて、脅迫、拉致、最低だよね。最初の質問に戻ろう。あんたとあのタークスの関係は？顔見知りに見えた。ソルジャーの素質、私すっごくあるのかも。もういい。あれ？怒った？気をつけろ、狭くなるぞ。うん、ありがとう。そうだろうな。なんだかワクワクするよね。まあ最初はな。ソルジャーの素質があるんじゃなかったか？意地悪。この辺りは誰も住んでないのか？うん、怒られないから安心して。ボロボロだね。俺が先に行く。かなり古い。気をつけろ。はいはい。おっと、慎重に。心配しすぎ。私お姫様じゃないよ。嘘。びっくりした。ありがとうクラウド。あ、ほら壁。外に出ようとしたことあるんだ。でも結局行かなかった。危険だからな。ミッドガルの外、自然いっぱいなんでしょ。私そんなところで生きられないかもって時々思うんだ。この風景、私嫌いじゃない。スラム好きなんだよね。みんな強く強く生きてる。時々寂
それ感じて嬉しくなるんだ。私が先。クラウド、待ってくれないんだもん。大丈夫か？余裕余裕。ほらね、このままクラウド置いて先行っちゃおうかなって。わっと、口を閉じた方がいい。じゃあクラウドの話聞かせて。業務外だ。ケチって。おっ、うわぁ、うわぁ、どう？仕事を増やすな。楽しそう。飛べるか？もちろん。頼もしい。あんたといると退屈しない。褒められてる？皮肉だ。早く慣れてね。ここ五番街スラム駅の近く。駅の近くなのにモンスターが出るんだ。うん。うわあ、だからどうしたって顔してる。街のモンスターなんてたかが知れている。すぐ済む。協力すれば。この野郎、一気に叩き込む。えいっ。クラウド、スラムのことはあまり知らないんだよね。あんたに比べれば多分な。訓練場、宿舎、現場、それが俺の世界だ。なんかカッコつけてる？
当に燃えてる。野獣魔か。みんな心配なんだよ。おや、あんたも来たのかい。え、まあそんな感じ。ああ、また教会帰りだ。そうかも。よく無事だったね。破片やら落ちてこなかったのかい。そういうのなかったかな。運が良かっただけだよ。気をつけな。なあ、電車の他に上へ行く方法を知らないか。ごめんなさい。そうか、爆破なんかしやがって。よし、準備よし、放火。集合。行くぞ。タークスだ。働き者だね。よほど大事なようらしい。私？クラウド？どっちにしても見つかると面倒だ。じゃあ裏道行こうか。あ、モンスターいるけど。シンラよりはマシだ。指定のゴミ捨て場なの。スラムの人たちも奥の方滅多に行かないよ。身を隠すには都合がいい。誰も通らないわけだ。集中していく。あまり、ここまで。じゃあ、月をここまで。あっち。まだだ。来ないで。じゃあ。集中して見極める。やっ、それ引き戻す。行くぞ。どこから来るか分かんないね。あの手のモンスターは弱いものから襲う。じゃあクラウド気をつけて。来い。狙うぞ。しまった。
どうしてそう思うんだ。強敵から襲ったでしょ。かなりあるな。回り道したからね。疲れた？まさか。私お腹空いてきちゃった。クラウドは？のんきだな。うち着いたらごちそうするね。そんな暇はない。お母さんの料理おいしいよ。よし、そうと決まれば早く帰ってご飯ご飯。眠っていればいいものを。覚悟はいいか。切り崩す。礼はいい。報酬がもらえればな。ん？支払い中ですけど。ん？ん？ああ。ここまで来たらもう安心。タークスを忘れるな。ああ。どこから来るかわからない。気は抜くな。このまま戦争になっちまうのかな。なんだろう。あ、おい。エアリス、スパナ。アバランチのせいでうちのじいちゃんが元気になっちゃった。私は今5番マコールの内部に来ております。ご覧になれますでしょうか。まだ煙が上がっております。あれは崩落した鉄骨でしょうか。すでに火災は消し止められているようです。あの兵器開発部門統括のスカーレットさんですよね。お話伺ってもよろしいでしょうか。5番マコーロにて発生しました爆発について現時点で判明していることをお教えいただけないでしょうか。現在5番マコーロは運転を停止し、すでに火災も消し止められております。
以降被害が拡大する心配はございませんので、市街地の皆様はご安心ください。原因につきましては鋭意調査中ではありますが、一番マコールで使用された爆弾と同じものと考えて間違いないでしょう。こちらは一番マコール内で撮影された映像です。犯行グループはアバランチを名乗っており、現在もミッドガルに潜伏していると思われます。しかしこれだけ短期間に連続して犯行が行われているわけですが、シンラカンパニーは大丈夫なのでしょうか。どういう意味かしら。あ、いえ、そのご心配なく、こんなことでシンラは揺らぎませんので。さっさとカメラを止めろ。クラウド、行こう。俺も戦うぞ。ちょうどよかった。手伝ってくんねえか。忙しそうだね。電車が止まっちまったからな。な、頼むよ。ごめんね、今。お店たまに手伝ってるんだ。エアリス、あ、またそんなとこ登ってる。マコールが見えるかと思って。その人誰？この人は何でも屋のクラウド。今は私のボディーガードなんだ。この子は麦。じゃあまたね。似た者同士かも。みんなここで何してるの？マコールを見てきた帰り。そういえば先生がエアリスを探してたよ。え、なんだろう。リーフハウスに寄ってほしいって。じゃあ一緒に行こっか。リーフハウスってね、身寄りのない子たちを引き取って育ててるとこなの。エアリスはどこ行ってたの？また教会？今度一緒に連れてってよ。よう、エアリス、今日も人気者だな。うん、元気分けてもらってる。まあ元気が一番だ。それはそうと、この前は薬草を届けてくれてありがとな。うん、いつでも言って。一体どうやってあんなに見つけたんだ？実はコツあるの。彼はボディーガード、家まで送ってもらうの。危ないやつじゃないだろうな。どうだろう。スラムのお医者さん、時々薬草届けてるの。ここがリーフハウス。文字を覚えて本を読むんだ。おかえり。ただいま。エアリスを連れてきたよ。ごめんね、寄ってもらって。ううん、帰り道だから。あのね、お花をお願いしたいんだけど。任せて。どれぐらい？多めにお願い。ほら、なんだか暗いニュースが続いてるから、みんなで飾って明るくしようと思って。素敵、楽しみだね。さあ、手を洗っておいで。おいしいなあれ。ビックス兄ちゃんがくれた本全部読むんだ。クラウドはお花好き？考えたことがない。ふん、花屋にそれ言うかな。嘘はつけない。この前あげたお花はどうしたの？あれは誰かにあげた？そうだな。え、誰に誰に？覚えてない。なんだ？本当かな。ま、いいけど。道を抜けたら私の家。着いたらお母さん紹介するね。
れが私の家。すごいな。どうぞ。ただいま。おかえり。少し前にルードが来たけど、一体。私のお母さん、エルミナ。こちら、クラウド。ボディーガードなの。世話になったね。仕事だ。これで完了だな。うん、ありがとう。クラウド、7番街行くんだよね。ああ。じゃあ、送ってく。ここまで送った意味がない。またタークスが来たらどうする。面倒だけど慣れてるから。それよりクラウドが心配。あっちこっち迷いそう。迷ってもカッコつけちゃって助けてって言えない。俺の何がわかる。お母さん、私7番街までクラウドを送っていくから。そうかい。でも明日にしたらどうだい。今から行って帰ってじゃ遅くなる。今日はもうゆっくりして朝早くに出な。そしたら昼には着くだろう。だね。クラウド、いいよね。待て。そうだ、リーフハウスからお花の注文あったの。夕食までまだ時間あるよね。クラウドと行ってくる。約束が違う。そんなこと言う。報酬すっごく高いのに。お母さん、聞く？待て。カゴを取ってくるからちょっと待っててね。まったく慌ただしい子だろう。あんた、いや、なんでもない。いいと思う？どれでもいい。そんなこと言わずに、さあ選んで。私があげたやつだ。そうだったか。もしかして気に入った？もうちょっと必要かな。次どれにする？いいね、花言葉純真なの。
かなり貴重だね。多めにって言ってたし、もう少し持っていこっか。の猫じゃらし、さすがクラウド、みんなびっくりすると思う。これでよし、リーフハウス行こっか。急がなくていいから優しく運んでね。俺には向かない仕事だ。そんなことないよ、人気出ると思うな。お花どんな風に飾るのかな。さあな、後で見に行こっか。俺はここで待つ。うん、わかった。でも退屈でしょ？街見てきたら？あ、お前は。エアリスは？リーフハウス。何かあったのか。うん、子供たちの遊び場でちょっとね。遊び場に黒い服の人が入ってきて、怖がった子たちが外に出ちゃったんだ。タークスか。うん、違うみたい。ボロボロのマントを着て、いつも街の中をフラフラ歩いている人、病気なんだって。あと腕に数字が書いてあるんだ。心配だから私行くね。俺も行こう。似た男を知っている。うん、こっち。クラウドさん、お忙しいようですね。でもご協力はお願いします。クラウドさんには僕の研究に協力していただいています。面白そう、私も手伝う。照合データの検索を開始します。おや、おかしいですね。あなたのデータが存在しません。何それ。通信障害でしょうか。まあクラウドさんのお手伝いなら歓迎です。クラウドさん、重大なお知らせです。これまで不可能とされてきた召喚マテリアを合成する仮説を立てました。召喚マテリアは天然物だけという現在の定説を覆す大発見です。クラウドさん、召喚マテリアの検証を頼みます。携帯バトルシミュレーターを使い、仮想空間で召喚獣データと戦い打ち勝ってください。どうやってデータと戦うんだという不審を検知。
準備ができたらお声掛けください。では、携帯バトルシミュレーターを装着してください。頼む。
助かった。じゃあね。お見事でした。シヴァの召喚マテリアが完成しました。さあ召喚マテリアを受け取ってください。氷の女王の冷たい微笑みはクラウドさんにぴったりです。いつかシンラを倒すその日まで身につけていてください。